はい、こんにちは。今日はですね、こちらラミーサファリの万年筆紹介したいと思います。ご覧の通り3本、ありまして、それぞれ本体のカラーが違います。基本的なデザインは同じなんですけども、ペン先の太さとかが微妙に異なりますので、今日はそのあたりを詳しく紹介したいと思います。そしてこちらにあるカートリッジ、こちらについても軽く触れて説明していきたいと思います。はい、まず最初はこちらです。ブラックですね。ブラックなんですけども、少し、艶消しになっているブラックです。本来の漆黒の本当に真っ黒のブラックっていうよりは、少しグレーが入っているような淡い黒です。少し明るい黒という感じですね。でこちらラミーサファリのアイコンでもあるクリップがブラックになっています。でデザインは非常に無駄を省いた感じがしていますね。こちらにラミーという刻印が入っていて、中央に窓があります。ここは中のインクをですね、インク残量が見えるように表示されています。ここにですね。で開けますと、このようにペン先が出てきます。でペン先のグリップの部分ですね、こちらもラミーの大きな特徴の一つでもあります。ここ切れ込みが入っていまして、親指と人差し指がこのようにフィットするような、そういう作りになっています。でこちらのペン先なんですけども、ペン先がですね、ラミーサファリの万年筆に関しては太さが3種類あります。 EF、F、M と3つに分かれていまして、最初からこの太さが決まっておりますので、購入する段階でどの太さを買うかっていうのを決めることになります。こちらのペンは F という太さのものになりまして、3段階あるうちの真ん中の太さです。後ほど書き味、太さなどはノートに書いてご覧いただくんですけれども、書いた印象としては少し若干太めかなというところです。でこちら万年筆は中にインクを入れて使うんですけれども、こういう感じでですね、最初から純正のカートリッジがついています。こちらは青のインクです。こちらの青のインクが最初から本体についています。でラミーのインクはですね、このようにカートリッジのものとコンバーターというものがあります。はい、で先ほどからちらっと写っているこちらが純正のカートリッジです。一般的なボールペンと同じようにですね、インクがなくなったらこういうカートリッジを補充していくというものになります。こういうものですね。これを万年筆のインクに入れて使うということです。この辺は一般的なボールペンと変わらないですね。でこちらカートリッジなんですけども、それ以外にもう1種類コンバーターというものがあります。そちらは一般的な万年筆である、あの瓶に入ったインクに、自分でインクを注入するタイプですね。そちらがコンバーターというものです。でラミーもですね、コンバーターで使うこともできますので、先ほどお見せしたこちらの差し替え式のインクを使うか、コンバーターで自分でインクを注入するか選ぶことができます。どちらでもこのラミーのサファリの万年筆で使うことができますので、まあ最初ですね、万年筆初めて買うような人はこういうカートリッジの方が楽でいいかなと思います。本当にこれカートリッジ刺すだけですぐ使えるようになるので、でコンバーターに関しては少し万年筆に慣れてきた人が使うのかなっていう印象です。僕もそんなに万年筆歴全然、なんならこれ初めて買ったやつなので、そのあたりは、まあ、今後コンバーターも試していければなと思っております。でディテールはそうですね、ペンの一番トップの蓋の部分がこのように十字になっています。こちらもブラックですね。はい、続いてホワイト見ていきます。こちらもデザインは基本的に同じです。ここにラミーの刻印がありまして、先ほどはですね艶消しだったんですけど、この光を反射を見てもらうと分かると思うんですが、こちらの白の方はですね、結構艶のある反射のするタイプの筐体になっています。でこちらもインクトップの部分がですね、このように十字になっていて、黒のクリップになっています。一般的なシンプルのホワイトのサファリはこちらがシルバーのクリップになっているんですが、個人的にこの黒いクリップが結構お気に入りなので、全てですね黒のクリップで統一しました。こちらも開けますと、中にこのように、まあ、他のデザインと同じですね。
で、こちらはですね、インクのペン先が EF となっています。なので一番細いタイプですね。3段階あるうちの一番細いものが EF というものです。こちらを選びました。書き味はですね、個人的には EF が一番良かったかなと思います。非常に細くて、人によってはちょっと書きづらい、カリカリする感じがするので書きづらく感じるかもしれないんですけども、僕は結構その硬い書き味というか、滑らかに書くっていうよりも一つずつ字をしっかり書きたいタイプなので、この EF が好きです。こちらも後ほどノートに書いていこうと思うんですが、結構文字がかなり細いです。なので例えば手帳に細かい字を書くとか、そういう用途にもこの EF というペン先がいいのかなと思います。でこちらも同様にですね、蓋を開けるとカートリッジが付いていてインクが変えられるということです。こちらも純正で青が付いていました。はい、でこちらがホワイトになります。はい、で3本目のこちらがですね、サバンナグリーンというものです。2021年の限定の色になります。ラミのサファリはですね、毎年限定色を出しているようでして、2021年はこちらともう一色オレンジっぽい色、2色おそらく出ているかと思います。で個人的にこのサバンナグリーンにすごく一目惚れをしまして、こちらを、まず一番最初に買いました。それでなんかついついね、他の色も揃えたくなって買ってしまったんですけども、こんなにマネスいらないだろうって話なんですが、こちらもですね、艶消しになっています。光をそんなに反射しないタイプですね。マットな質感です。これと比較すると非常によくわかりますね。光の反射が全然ないです。で本当にね、色が落ち着いていて非常に好みの色で、ネットでですね、いろいろサバンナグリーンの画像を見ていると、やはりそのモニターの発色とかで色の色味がだいぶ、商品サイトによってはすごくポップな緑色に見えたりもするんですけど、実際の色はですね、非常に落ち着いた抹茶の色のような色合いです。非常にね、落ち着いていていいです。でトップも黒になっていまして、クリップも黒ですね。でこちらも先ほどの白と同じく EF という一番細いものを選びました。はい、でここからはですね、実際に、書き味等を見ていきたいと思うんですけども、特に見ていきたいのはやはりこの EF と F の太さの違いですね。今回一番太いですね、 M というものは僕は買っていないのでちょっと比較できないんですけども、 EF と F でどれぐらい太さが違うのか、あとはノートに裏写りしないかとか、その辺も見ていきたいと思います。で今回使っているノートはですね、こちらのコクヨのソフトリング、こちらのノートを使っていきます。ノートによってやはり安いノートとかだと万年筆だと裏写りしちゃうこともあるかと思うので、万年筆使う場合はノート選びも重要になってくるかなと思います。はい、ということでまずはですね、ホワイトのこちらの EF という一番細いものを使って書いていきたいと思います。はい、ではですね、 EF と F を比べました。ご覧いただくと分かる通りですね、ほとんど差はないと思います。基本的に同じ筆圧で書くようにしたんですけども、EF と F でインクのにじみ方とかも若干やはり F の方がインクが濃いかなという感じもしますけども、ほとんど変わらないですね。で書き味に関してはやはり F よりも EF の方がカリカリしています。ノートに少し引っかかる感じですね。引っかかるっていうとあまり聞こえよくないんですけど、その書き味が引っかかることで結構しっかりこう書けるんですね。文字がゆっくり書ける、ペンがあまり走らないので、なんか文字が丁寧に書ける気がします。なので個人的には EF の太さで文字をゆっくり書くっていうのが気に入ってます。万年筆を買ったおかげでですね、なんか文字をすごく丁寧に書こうっていう気持ちが起きます。ペン先がやっぱり走らないので、なんかゆっくり書こうっていうモードにね、自分がなんか勝手に入るんですよね。なのでその辺はやはり万年筆のいいところかなと思いました。で裏写りに関しては、こちらのノートだと全然問題ない
と思います。こちら裏写りの状況はこんな感じです。うっすら写っているのが見えるかと思うんですけど、これぐらいだったら全然裏面を使う時に支障出ることはないかなと思います。まあ、国用のこのノートでこれぐらいなので、一般的な例えば薄いノートだと少し写ってしまう可能性はあるんですけど、そこまで気にするレベルではないのかなと感じました。はい、でこちら3色購入したんですけども、 Amazon とですね、 Yahoo ショッピング、 Yahoo で購入しました。でここはちょっと余談といえば余談なんですけども、箱がですねこのようにこういう箱に入ってきます。Amazon で買った時はこういう風に入ってきました。でこの袋にもうこのままこういう風に入ってきたんですね。要は箱が折りたたまれて入ってきました。Amazon の口コミを見るとですね、箱が潰れてたという口コミが結構あったんですね。なのでおそらく箱が潰れないようにもう元々折りたたんでこのままお中に入って届きました。一方で Yahoo はですね、こういうちゃんと箱に入ってて、なんか梱包もですね、段ボールが結構ぴったりした段ボールで届いて、潰れることもありませんでした。なのでまあ基本的に Amazon で買う人が多いのかなと思うんですけども、購入先によってはこの箱がですね結構潰れやすいっていうのが注意した方がいいと思います。見ていただくと分かる通りですね、こう非常にかっこいいんですけども、ここがね、隙間があるせいで強度が非常に弱いんですね。なので、梱包状態によっては箱が潰れて届くっていうリスクもありますので、どこから買うかっていうのは少し注意された方がいいかもしれません。特にプレゼントとかであげる場合は箱が潰れてると台無しなので、やはりこういう感じで届いて自分で組み立ててあげるとか、まあそういう感じにすると一番いいのかもしれないですね。なので購入する場合は口コミ等をチェックしてどこで買うかっていうのはすごく大事になってくるかなと思います。はい、ということで、こちらラミーサファリの万年筆紹介いたしました。こちらの動画少しでもお役に立ちましたら高評価ボタンいただけると嬉しいです。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。